はい、ユーネクスです。さあ、今ね、この撮影している時間なんですけど、実はね、もう夜10時を回っております。まあ、なんでね、こんな時間に撮影してるのっていうとね、まあ、今ね、仕事終わって、ご飯食べて、お風呂入って、で、今ね、まだ頭を乾かさずに、もうね、ほんとなんかちょっとおかっぱ頭みたいな感じなんですけど、まあ、今ね、ちょっとね、今回ね、この夜に撮影しているのも別に特に理由はなくて、まあ単純にね、ちょっとね、明日も仕事なので、ちょっとこの時間帯にしか撮影ができないってだけなんですけど、まあ今ね、もう季節も本当に梅雨の時期になってきて、これから真夏になると思うんですけど、今回ね、サムネにあった通り、ね、約3ヶ月間、もうね、畑の中にもうポツンと、もう野ざらし、もうほったらかしですよね、にしておいた、アロエがあるんですけど、そのアロエがどうなったのかっていうのを皆さんにね、見ていただきたいと思います。まあ、なので、まあ、その畑っていうのは、まあ、知り合いの方のね、畑にちょっとね、アロエを置かせてくださいっていうことで、まあ、3ヶ月ほど、もうちょっと放置でいいのでっていうことで置いておりました。で、置いてある場所に関しては、まあね、畑の中はですね、もう本当にすごく広くて、で、もう結構山の上にあります。で、もうね、朝日から、夕日までね、しっかりね、その畑は太陽が当たるところにあります。で、ただしね、置いてあった場所が、まあ、ちょっとね、ちっちゃいね、人間2、3人が入るようなちっちゃいハウスの、横に置いてあったので、おそらくですけど、まあね、朝10時頃からしっかりね、株に、太陽が当たって、まあ、夕方日が落ちるまで、まあ、西日が当たってたのかなっていう予測です。で、まあ、時期的には今ね、これ撮影しているのが、もうね、6月の半ばなんですけど、なので3ヶ月前になるので、3ヶ月ですね、ぐらいから、このね、アロエを置かせていただいたという形になります。はい。なので、まあ、季節的にはね、まだ梅雨の前なので、まあ、そんなにたくさん雨は降ってないんですけど、やはり定期的に雨が降ったりとか、まあ、やっぱりね、春先なのですごく、直射日光とかどうだったのかなとか、早焼けしなかったのかなとかってすごくね、気になってたんですけど、まあ、先日ね、そのアロエを3ヶ月経ってから、ちょっとね、取りに行ってどうなったかなと思ったら、明らかにね、見た目といいますか、あ、やっぱりね、野ざらしにしておくとこうなるんだっていう面白い発見がありました。まあ、なので、今回ね、まあ、その3ヶ月間、野放しにしていたアロエ。まあ、ただしですね、野放しといっても、小さい陶器鉢に入れて管理をしておりました。まあ、陶器にした理由っていうのは、まあね、ちょっとね、ちっちゃい盆栽用の鉢なんですけど、まあね、ある程度、まあ、水はけを少しね、良くしておこうというのがありました。まあね、何日雨が降るのかもわからないし、まあ、野放しなので、ある程度水はけはいいかなと思って、ちっちゃい鉢に植えていたアロエになります。はい。まあね、もう前振りがすごく長くなってしまいましたが、早速見ていただきたいと思います。まあね、今回この動画見ていただいて、まあいろいろなね、3ヶ月間野放しして、同じような環境とかでやると、まあこんな感じになるなっていうね、いろんなヒントとか参考になれば嬉しいですし、まあこれからね、同じようにちょっとね、お外で管理をしている方とかで、まあね、お庭で管理をする方とか、まあベランダで勝手にちょっと放置してみようかなとかいう方はね、どうなるのかっていうのも参考になるとは思いますので、ぜひね、楽しみにしていってください。それでは、スタートです。はい。じゃあね、早速ね、アロエの方をね、見ていただきたいと思います。まあ、これがね、今回、ね、まあ、畑の中で3ヶ月間野放しにしていた、野ざらしにしていたって言ったんですよね。していたね、このね、アロエ、ペラグラエというアロエになります。今ね、下に正しい名前がね、載ってると思いますので、またね、皆さん調べてみてください。結構ね、この品種は結構ね、大きくなれるまでにも結構時間がかかるっていうふうにね、聞いております。で、結構ね、葉が強い、ね、巨子が強いタイプになると思っています。で、実際ね、今ね、見ていただくと、結構ね、この、まあ、ほぼ、まあ、葉焼けというより、このね、葉の部分がもう真っ赤になっているのがわかりますかね。はい。こういった感じですね。はい。結構ね、もう真っ赤かとか、もうほぼ紫色の感じになってますよね。で、この中の成長点のあたりは、まあ、中ね、見ていただくとわかるんですけど、成長点のこのね、葉っぱのあたりはね、まだね、白色になっているので、まあ、しっかりこのね、葉が締まっていて、こうね、成長点のところはまだそんなにね、直射日光が当たってなかったのかなというイメージです。でもやっぱりね、おそらくずっとね、これだけ葉の色が強いので、まあ、結構ね、しっかりと太陽光に当たってたんじゃないかなというイメージです。
で、まあ、ちょうどね、実は取りに行った日、ちょっとね、仕事先に行く前にちょっと畑に寄らせていただいたんですけど、まあ、その日ね、実はね、本当にすごい豪雨の日だったんですよ。なんでこんな日に取りに行くのっていうぐらいだったんですけども、ちょっとね、そのタイミングでしかなかなか取りに行けなかったので、いろいろね、ご都合とかもあるので、まあ、今日取りに行きますってことで、もう豪雨の中、ね、傘を差して行ったんですけど、まあね、なので今ね、ちょっとね、まだ、取りに行ってからまだね、3日ぐらいなんですけど、ちょっとまだね、表土のところがね、濡れているのかなという感じがします。はい。まあ、ですが、結構ね、当初ね、これ3月ぐらいに植え替えたばかりだったんですけど、今ね、これちょっと軽く持ってみると、鉢から取らないのね、取れないので、まあ、結構根張りはしっかりしたのかなというイメージです。はい。でね、まあ、皆さんあんまりね、こういった陶器鉢とか盆栽用のちっちゃい鉢って見たことないかもしれないんですけど、結構ね、普通の鉢とかよりも、こういうね、盆栽用の鉢って、このね、鉢底の穴が結構大きいんですよ。で、こういったね、浅い感じですよね。なので、結構ね、本当に水はけはすごく良くて、もうちょっとね、しっかり、締まった株にしたいとか、そういったね、あんまり大きくしないっていう時とかは、結構僕は、こういうね、盆栽用の鉢を使ったりもしています。まあ、水はけもすごくいいし、まあ、ただね、本当に水はけがいいので、ちょっとね、まあ、その水のサイクルが多くなるのかなというイメージなんですけど、まあ、そこはね、まあ、土の溶度とかそういうので調整をすればいいのかなと思っています。はい。まあ、なので、まあ、こういった感じで今ね、この今回葉の色がねものすごく、ね、強いっていう感じです。ただ葉自体はそこまでね、まあ、大きなダメージはないのかなと思っています。はい。まあね、結構しっかりと太陽に当たってたとは思うんですけど、あまり葉がね、こう、焼けちゃってたりとか、まあ、葉先とかもなんですけど、しっかり水が行き届いてるのか、葉先も結構ね、綺麗なんですよ。ね、3ヶ月間野放しにしていた割には良かったなと思います。まあ、ただ今回これ良かったのは、本当にね、先ほども言ったように、まあ、おそらく盆栽用のちっちゃい鉢に植え替えておいたので、まあ、ある程度水はけのサイクルも良かったのかなっていうのもあるし、まあ、置いてた場所が、まあね、少しちっちゃいハウスの横に置いてあったので、ある程度ね、その日照時間みたいなのは、ちょっと短縮できたのかなというイメージです。はい。まあ、ただね、春先から置いてたので、結構葉焼けとかね、どうなるのかなと思ってたんですけど、思いのほか、そんなにね、ダメージはなかったです。はい。まあね、これあくまでこのね、今回この品種に限ってなんですけど、実はね、他の品種も実はアロエ、今回3ヶ月が野放しにしております。まあ、なので、これからね、また一品種、またどうなってるのかっていうのをまたこれからね、動画の中で投稿していきます。ちょっとね、時期はまた1週間後、2週間後、もしかしたら1ヶ月後とかになっちゃうかもしれないですけど、撮影時期は同じなので、またね、皆さん見ていただいた時に、まあ、3ヶ月間野放しにした状態のアロエを、またどうなんだろうかっていうのはまたいろいろなね、参考になればいいのかなと思います。まあ、今回こういった感じで、まあ、野放しとか、まあ、お外で管理をするとかっていうとき、まあ、今回本当僕良かったなと思ったのが、これね、盆栽用のちっちゃい鉢とかに、ね、こう植え替えてあげるのもいいのかなと思いました。まあね、まあ、いろいろと根張りが強くなっちゃったりして、まあ、逆に根腐れ起こしやすくなっちゃうかもしれないんですけど、まあ、そういったときとかはちょっとね、まあ、3ヶ月に1回とか、今回ね、僕もこれだけ根張りがすごくいいので、またもう一回り大きい鉢に植え替えるか、まあ、今回、我が家にはね、お庭があるので、そこのお庭にね、ちょっと、自由植えをしてみようかなとも思っています。まあ、そういった感じでね、いろいろな鉢を試すのも、ね、こういった野放し、3ヶ月間野放しにするっていうのもある、ね、意味、ちょっとチャレンジなんですけど、まあ、こういったね、いろいろな発見があるので、皆さんもね、まあ、1ヶ月ないし、そう、3ヶ月ぐらい、皆さんもね、何か野放し、栽培みたいなのをして、まあ、どうなるのかっていうところから、あ、こういうことがちょっとね、やめた方がいいなとか、これは良かったなとか、いろんな参考になると思うので、ぜひね、この野放し栽培もしてみてください。はい。まあ、今回ね、こういった動画の内容だったんですけど、いかがだったでしょうか。はい。またね、これからもこのね、アロエを通して、また他の多肉植物とか、いろんな植物を通して、まあね、僕自身のいろいろとね、経験とか栽培とかを皆さんにね、なんか参考になれば嬉しいですし、まあ、僕自身もね、まだまだね、至らない部分もあると思うので、ぜひね、コメントとかもいただいて、ぜひね、僕にもね、いろんなご教授いただけると嬉しいです。はい。まあ、今回ね、こういった動画となりました。はい。この動画また良かったなと思った方はチャンネル登録と、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。はい、それではね、おやすみなさい。